ボーリー3人で失点を振り返ろうかなと。はい。来ました。3つ？カッ！カッ！なんで？見てください。ちゃんと。あ？シュートに。でしょ、まあ、シュートに準備しちゃったんですよ。でも、これ、難しいのはドットより上なんですよ、うん。で、内側にスケーティングしてるんですよね、相手が。うん、結構ハッシュマークの上ぐらいから、ギュンって横に入ってきてるんで、これ多分かなり難しいシチュエーションになってますよ。これでもここで相手、はい、チョミンホが、一瞬、こう、ブレードを、開くんだよ。開くんですよ、この瞬間に。で、開いた時に僕も、足を。パスに準備して、こうもうプッシュする準備しないといけないのに、僕はもう、スピード入ってきてるな。それもだから、やっぱ、あれですよね。相手内側に入ってるのもあれですけど、やっぱ、体、戻せてないから、蹴れてないじゃないですか。うん、そうそうそう。こう、アストラで伸びちゃってる感じですか。うん、それ、俺のあの、はい、サハリン戦か。そうですね。そこの、相手がプレート開いたときに、左足準備して、もうちょっと。これ入る角度がすごいポストに向かう準備をしないと、言葉が全然間に合ってない。全然間に合ってない。全然間に合ってない。ついてきる。全くでもプッシュもできてないんだ、これ。できる限りのことをやったみたいな感じで。最後は。その場で、その場でガムシャラに足伸ばして、みたいな。いや、多分もうこら辺の時点で、もうダメだと思う。うん。できるだけ伸ばしてる。では。でも、枠にも入る。枠にも入る。まあまあまあ、次行きます。これ、まあ、シチュエーションは難しいですけど、相手のアングル的に改善はできるんじゃないですか。ミツさん、この時点で振り向くときに、うん、確認してないな、これ多分。してない。した。気にしてますね。全然確認しない。あ、いいタイミング出してます。ここはやっぱね、見えてなかった。リーガン、ゴール前にいるの。リーガンが出して。これパドルダウン。してれば当たったかもしれないです。当たってますかね。当たってるね。当たってるっすね。ただちょっと伸ばすからって言われてる。でもこれ振り向きざまに出してるんですよ、リーガン。だから間に合わない。もう本当に、だから顔より先にこう、イメージが出してってみたいな感じだと思うんですよ。でもこれパドルダウンしたらどうですかね。パドルダウンしたらもう、100% 間に合わないです、うん。当たってなかったら。当たんなかったら全然間に合わないです。しかもこっちがサイドにすごい寄るんで、上半身ごとパドルダウンしたから。自分だからこのリーガン明らかにトップスピードで回ってきてない時って、要はゴール前に合わせたいじゃないですか、選手は。うん、だから、あ、しても、うん、あのポストにギュンっていかなくていいんですね。本当に振り向いてからポストに行くぐらいの余裕持ってもいいなと思うんですよ。例えばゴールの付近通ってるなら話は別なんですけど、これ遠いじゃないですか。この時点で。うん、そしたらもう逆行くときにポストに体はくっつける必要ないと思うんですよ。足つけて、本当そっから真ん中見るぐらいの。うん、とりあえずラッパランだけ一応フェイド行って、で、ここで真ん中確認して、あ、いるな。出されたらここだな。で、もう前にと。出されたら。顔は早く振り向くんですけど、体はポストにつけてからこう前に出ると遅れるじゃないですか。うん、足はつけるんですけど、体は遠い時はいいかなっていう、うん。あそこら上がってくるぐらいの敵の位置だったら、体ごとつけて、正面に構えてるんですけど、足だけ行って、ポスト体つけてなかったら、間に合ったか。これ、ってたかもしれない、ね。間に合ったかもしれない。と思うんですよ。ポストポストの時、状況によっては体つける必要はないかな。視聴者喜ぶじゃん。いや、てか、ちょっとずるいっすけどね。ここまで教えちゃったら。見る方は、だって。結構言っちゃってますよ。ああ。これ当たった、上がったんでしたっけ？一発目、カップラウンド、スティック止めて、これをフリーズすればよかったんだけど、スティックでちょっと中途半端弾いちゃって、うん、で、そこにまだ相手がいて、1本目は止めたんだけど、本当は止めてる。2本目叩かれて、2本目叩いてんだ、あれで。もう止めてる。あ、そうです。2本目叩いて、引き上げてるって感じだ、相手。で、どっかに当たって、ふわっとなって。キャッチングじゃないですか。出したとキャッチング、そうそうそう、この辺に当たって、ふわーっと。ふわっとなって、入ったっていう。よく2発連続で。2回、ギャンギャンやってますよ、これ。これ。
ここで、ここはもう一回打ったんですよ。二回目で10番のサンバにありました。いやいや、シューターを褒める動画じゃないぞ。さあ。いやでもこれキャッチングでもう被せるしかないですよね。もう最短で。いや、これほんともう最初に、いや、ヒロトがフリーズって言ってたのは聞こえて、フリーズしなきゃと思ったんだけど。でも結構早いぜ、これ展開。ここでも見えてるんですよ。あ、まあまあまあ、目の前にあるんですよ。できるっちゃできる。うわーっと行けばよかったのに、なんか右手出しちゃったんですよ。え、でもスティックであるじゃないですか。引き寄せようとしたんじゃないですか。その時間はないもん。そんな感じしません？まあ確かに。こう言ってません？まあでもここで止めて、まあここで押さえてればだよね。まあ2回目も出すなら、こうレガスの上に綺麗にこう、うん、ブロック。そうだね。まあ体勢崩しちゃったからね。うん。なんとか上半身。よく止めたいね、これ。そうっすね。当たってますもんね。あらぁ。ノーコメント。あ、違う。はい。全然普通に見えてて。リーガンっすか？違うな。22番。アンジンフィーさん。ちょっとブロッカー下げてから上げてるね。いや、これほんと、うん。これは止めなくちゃいけないシュートだ。え、このワンタイマーって、バタフライスライド気味で。行かないよ。行かないっすね。いや、ここは。行かないっすね。キープシューで。結構状態起こしたの。キープシューしました。こっちもずれてたかな。いやでもこの辺抜けてません？いや。いや、はい、上でね。はいか。ブロッカーの上。なんか、間に合ってないんだけど。一瞬下に下がってる。そうそうそう。ここで、シュート打たれる瞬間に。ここで、うん、そう。下がってんね、ほら。うん、で、こういって、これ。上がりきってないですもんね。うん。入るまで。よいしょ、めっちゃいいシュートだけど。まあでもここは取っていかないかもね。はい。ここはやっちゃいました。まだあるか。ああ、これだ。これはうまい。これ覚えてる。これ相手 PP で。ジョミンボね。このハンドのこの合わせ方めちゃくちゃうまいっすね。ちょんと。シュッとね、こう。はい。こうなんか、ループシュートみたいな感じでね。うまっ。うまっ。また褒めるかになってる。これ僕、もっと構えそうなのかったかな。いや、自分これ思うんすよ。そんなに構える必要ないです。こっから打たれても怖くないじゃないですか。うん、それだったらちゃんと見るのを優先して、でもういい感じで構えてるじゃないですか。あ、でも違う。出ちゃってますけど、ね。パス出る瞬間に構えてんだよ。ほら。うん。わかる、はい、あっちに。クイって。立ったまま遅れて、うん、そうそう。それちょっと遅れてる感じはするけどね。ここでさ、ここで構えるじゃん。はい。はい、もう出てますからね。そう。あの体勢から横に動いてれば、そのまま行ってれば、うん、もうちょっとチャンスあったかもしれない。ここで、キュッてなってる。結局、でも、ショルダラが言うようにさ、あそこで構えてた横に動くときに、うん、ギュッてなっちゃうじゃん。だからその準備ができてるかどうか。そうそう。立ったままで動けんならいいけど、みたいな。そこができないんだったら、しっかり、あの、はい、この、こういう風になるときの構えになってた方がいい。そうそう。で、横に動ける、そう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 。体の準備、これで一歩遅れてるわけじゃん。ちょっとここで動いてるから、うん。そうですね。小さくなって動いてるじゃん、ここ。シュートもあるような感じの、ギュッてなり方なんで、うんうん。体が真ん中にあれば、ブロック当たってたかも、ね。そうですね。うん。体が、もう最短、うん。そんなに、ギリギリのとこじゃないから。うん、でも、すごいですね。この角度で、ほぼ真横にパスさせてるじゃないですか。うん、でも、ミッツさん、あの棒立ち状態から、斜め後ろに行ってんすよ。うん、結構すごいっすね。この右足の引きが、早いっす。褒めるじゃん。俺も何もなかったじゃん。失礼ですか？失礼ですか？あれ、翔太郎の動画は？あ、今回はなしです。今回は。今回は。散々文句言っといて。なし。自分ないから言えるかもしれないです。いいか。みゃん、キー、ラ、ウェルズ。これな、これどっから入ったんだろう。これ多分、足抜けてるか、つま先の先かなっていう。俺多分先だと思うんだよね。また下抜かれてないんだよ、ね。これどっから抜けたのかなと思う。俺結構、これ入ってびっくりしたんだよね。うんうん、枠外だと思いました。いや、止めたと思った。ああ。で、当たんなかったから、枠抜けたんだなと思った。正直走ってたから、あれと思って。あ、でもちょっと、あそこリバースビーチなしてもよかったかな。
そうっすね、うん、ここはもう、マジっすか、下からだし。ああ、この時点で。いや、ここでなって、ゴール前に入ってきた。あ、入ってきますね。全然見てないけどな、選手、うん、これでちょっとね、体がこう、回転できてなかったの、うまく。だからその分、ここ開いちゃったの、ね。多分リバースブレッジになってたら、全然問題なく、整体できてたと思う。ここでちょっとね、右足が、右足でプッシュしたから残っちゃってんだよね。そうそうそう。ね、で、それで抜けちゃったんだよね。出したけどもう遅かった。あ、これか。めちゃくちゃ美味しい。松野さん、松野の初ゴールですね、これ。いや、でもこれ生ないしです、肩口の。全く見えなかったけど、ね、はい。これ、結構、これ練習した方いいレベルのこの真ん中にこう、ゆっくりじゃないですけど、前に来るっていうよりもどっちかさもいいシュート打てる。はい。そういう方だよ。これ結構あるんだよなぁ。抜かせるでしょ、うん。抜くシュートっすね。いや、ゴール前にすごい人いますね、すごい人いるな。やっぱクレンズうまいよね、これスクリーン。この前バトル激しいですもん。これに関してはもうだからパック見つけて反応するしかない。だってポジションもそんな多分。間違ってはないですね。ほんとパック1、2個分あったな、片口に。見えてない分ちょっとキャッチング側にスライドしちゃった部分もあるけど。わ、でもスクリーンすごいな。ドゥンって音した。入ってる。後ろのですよね。後ろのポスター。カバーの音ですよ。もうそれだけ聞こえた。あ、やられた。待つの待つの。いいシュート打つんだよな。めちゃくちゃいいシュートですよ、それ。だこれも、これまくりに当たって入っちゃったやつですね、うん、バックチェック足。結果そうなんだけど、左足もちょっと、こう、内側に引いた方がいいよね。そうですね。もうあの角度なんで、うん、パックに整体する必要ないんで、うん。で、これもバックハンドじゃないですか。うん、打つかもって思いました。思った。シュートもありますよね、うん、これ、ここだったら。バックで。うん、そうですね。片口キャンプで。はい。リバースベージになるとこは。多分逆足、結構浮くレベルで行ってますもんね、体。うん、まぁ、ちょっと突っ込みすぎじゃないかなっていうのはありますよ、ね。そうなんだよ。これがマックルじゃなくて、相手、シューターだったとしたら、やっぱ動きたいじゃないですか。うん、パス通ったとしたら。うね、もうちょっとバランス。ショートサイドケアして、左足もちょっと内側に入れる。そうですね。最後。やっぱりこの、結構重要じゃないですか。あの逆足、ポストについてない方の足、しっかりこう、スケートしとくっていう。そしたら引いて、ギュンって出せるじゃないですか。ポストが受ける。うん、コースケですよ、これ。そう。大津コースケの。脇抜けたんです脇抜けた。もう見えなくなっちゃって。とりあえずバタフライしてって感じ。ちゃんとブロックできてなかった。先に座ったんそうそう。なんかもう全然見えてなかったから。打つかもと思って。そう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 。タカがこう、慌てていってるから、その重なっちゃった。そこのターンの方がいいことないって。それないですよね。レシーブしてちょっと変な、逃げてるんですか引っ掛けて打ってますね。これポストが T プッシュで整体してたら、そうこの時に T プッシュで相手のアグレードが受けて、T プッシュして整体してたら、うん、座りながら言っちゃったもん。その反応だよね。ファンノーバーからガチャッと行った時のさ、うん、冷静さ、うん、これ最後です。これそこを抜くって写真のやつですよね。そうそう。これはあの、ツイッターにも載せた。タイガーに謝られてるんですか。ヘルメット渡します、うん、って謝んじゃねえよってこれ立ってても、うん、これ5ゴール打たれたら危ないと思うんですよ、うん、リバースページは間違ってなかったかなと思うんですけど、うん、僕もこうポストもなんか持ち上げたみたいな感じだったんですよ、うん、そうっすね下から行くって感じシュートで打ったわけじゃないのこれなんぼやしてないっすギャーっつってこれ僕確認したんですけどこれもっと背中、肩をポストの外側に出してたら、まあ、頭でもグッていけたから、うん、もう完全に僕肩内側に入ってるんで、うん、頭ちょっと寄せるしかできないんですよ、うん、これ。これ肩まで出してたら、こっちバックドア出されてたらどうなったかな、うんうん。自分は究極ほんと顔面準備しますよ。いやもう準備できてるじゃん。これもう顔面。そういう意味です、そういう意味です。そういう意味です。こっからこんがあるから、大抵が。そうです、そうです。あそこから打たれるときは、リバースベースするんだったら、もう顔面ちょっと本当準備します、これって。いや、でも顔面じゃないともう無理ですね。無理ですよね。肘も出ないし、肩は外に出したくないんですよ。リバースベースだけは。肩ね、
出してもほんと肘こうやってちょっと挟むぐらいで、肩全部は出ないんで、ほんと顔面ほんとに準備するぐらいです、おでこ。持ち上げた分開いちゃったんじゃないの？これ服さんでも開きます？肩。開く開く。全然開く。じゃあ小さいからじゃないんだな、これ。全然開く。ポジティブ。開かないやつなんているのかな？ないです。3メーターぐらい。そうっすよね、寝中でも入りますもんね。全然入るじゃん。ほんと顔面、ほんとにつけとくしかないっす。ここはほんとに議論されるとこだよね。あ、リバースビーチがほんとにあそこでいいのか。そうですね。多分自分はしないっすけどね。あの上から来たパックに対してリバースビーチはしないっす。ポストについてバタフライなのか。自分するなら、多分ハーフバタフライします。するなら。ワンパット。はい。もうちょっと前に戻してもらっていいですか。この上から下にパス行くじゃないですか。この時点でシュートないじゃないですか。で、ポストにつく。で、その時点でもうハーフバタフライする準備はするんですよ。左足を、だからもう、ちょっと閉じる準備しつつってことで、後ろに下がるじゃないですか、この選手。そしたらシュートコース、シュート打てるなって体勢になった瞬間にもう一歩ついてます。うん。打たれる前。そうだね、ワンパットだったら、当たったかもね。もうちょっと前に出られるし。ワンパットでポスト側は完全に消したいんですよね、自分的には。ワンパットだったら本当、蹴れるんで、こっち側に。だから本当、究極本当に真横向いて、ワンパットしてます、します。多分上からパス来てるんで、これ。うん。自分はワンパットします。さっきやつね。なんか崩れてってる。うわぁ。うわぁ。あぁ。しかもまだ一歩残ってるからね。そうなんですよ。ほんとこっから逆転とかあるからね。下手したら。いくら入れてくるね。今年、入れますね。シュートまだね。うまいっすね。前半戦、こんな感じです。皆さん、いかがでしたでしょうか。噛んじゃった。皆さん、いかがでしたでしょうか。まあ、でも面白いね。はい。うん、今度は、西武州やりましょう。西武州もやりたいよ。はい、だってもう、こんなの。さらけ出して。西武州そうっすね。いや、でも本当に、やってる選手たちが、こうだったってこう言える感じは面白いですけどね。うん、今回、自分、面白かったのは、やっぱ、このスケートのこの、角度は結構重要になってきますね。あ、パス出される。だって2-1でちょっと間に合いそうなパスでもブロック弱くなったりとかするって考えると結構大切なのかな。確かに。相手のポジション意外とそんなにやばいシュートの位置にはいないっていうか。あとリバースビーチの時もそうだね。コストについてない方の足がどういう角度にあるかでやっぱ横に動けるあれも変わってくるから。こうやって改めて3人で振り返るといろんなこう発見があるというか。自分だけじゃちょっと自分で消化できないところはみんなで言ってもらえると助かりますね。なんか都合のいいふうにも考えちゃう。自分だけで言ったらこれしょうがねえなみたいな。何でもしょうがねえだろ。ちょっともうあるから、なんかもうどうしようもないだろって失点でもやっぱりこうね、みんなで振り返ってみてねって、まあ、10% か 20% とか 30% とかになる可能性ありますか、ね、一人で見せたら、あーってもう。どうでしたでしょうか、どうでしたでしょうか言えないんだけど。いかがでしたか、いかがでしたか、参考になるかは分かんないですけど、こうやって振り返るのが、そうだね、が大事だと思うんだけど。逆に自分はフォワードにもこう、まあフォワードのディフェンスどっちもそうですけど、スコアリングっていう意味では、ね、プレイヤーキーパーだけじゃなくて、これプレイヤー見たら結構いい映像だと思う。足の向きとか見れるぐらいまでなったら結構コアですよ。こういうのが嫌なんだなっていうのは、全部さらけ出してますけど。やりづらくなるけど。というわけで、はい、今回はバックスのゴーリーズで、まあ、前半戦のですね、失点を振り返ってみました。まあ、続けていきたいと思うので、やりましょう。興味ある方は、ぜひ引き続きご覧になってください。コメント欄お待ちしております。要望お待ちしております。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムフォローしてね。この動画が良かったと思ったらグッドボタンをチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。